構造14、16問目の直前対策講座を始めます。例年、14問目には RC、16問目には鉄骨の問題が出題されます。時々、この表にあるような数値が正解値となる場合があります。なかなか数値は覚えにくいのですが、覚えないことには正解にたどり着けないということになります。では早速、数値の説明を、いたします。まず RC の場合は鉄筋比という、問題がよく出題されます。主筋比は 0.8、あばら筋比 0.2、床スラブ筋比 0.2 ということで、まずは 0.8 と 0.2 を覚えます。その他に、帯筋比の場合で、袖付き壁の場合は 0.3% というものを覚えれれば、覚えていただければと思います。最後に、耐力壁の先段補強筋比は 0.25 ということで 0.8、0.3、0.25、0.2 という4種類の数値を覚えていただきたいと思います。続きまして、RC の舞台寸法の数値です。よく出るのが柱の小径、いわゆる、柱の寸法ですね。小さい方の寸法です。正方形では同じですが、長方形の柱の場合は短い方のことを意味します。柱の小径は柱スパンの15分の1というふうに決まっております。で、覚え方は、小径内1号ということで 1.5 分の1、小径内1号というふうに、覚えてください。15分の1ですね。それから床スラブの厚さです。肩持ちのスラブとそれ以外というふうに分かれておりまして、肩持ちの床のスラブはスパンの10分の1です。スラブ厚さ。それ以外は30分の1ということです。覚え方は力持ち、肩持ち、倒産、10分の1、3ということで30分の1というふうに、覚えていただければと思います。その他に、針の正ということで、こちらは10分の1です。スパンに対して10分の1ということになります。それから、帯筋のピッチの問題も時々出題されます。柱の帯筋は上下端部分が細かくて中央部分が、粗いということで上下端部分は100ミリピッチです。で中央部分が150ミリということになります。以上が、RC の、数値です。続きまして鉄骨の数値の説明をいたします。鉄骨の場合はよく出るのが細長比という数値です。柱の細長比は200というふうに、規定されております。で、覚え方はスリム、細長比、スリムな身長200センチのモデルというふうな覚え方はどうでしょうか。200ですね。柱は。それから、たわみですね、針のたわみということで、肩持ちは250分の1、それ以外は300分の1ということで、覚え方は、頼みごと、たわみごとは2号、250分の2号、250分の1、3。ということで、300分の1ということで、肩持ちの方が厳しい数値になります。最後に、許容応力度
の問題もよく出題されます。許容応力度というものは、ここにありますように設計基準強度、つまり、その材料の実験で求まった強度といいますか、そういうものに対して長期の場合は、RC の場合は3で割っております。ということはこの3分の1ということは安全率というふうな意味合いです。実力の3分の1という数値で設計するということです。で、短期の場合は、一瞬なので長期に対して2倍ぐらい頑張れるということで3分の2をかけております。で、RC の場合は長期の2倍ということで、3分の2をかけるということになります。覚え方なのですが、短期なコンちゃん、コンクリートは3で割ってニンニクをかけるというふうに、3で割って2をかけるということです。短期の場合ですね、3分の 2F という数値になります。それから鉄鋼の場合は基準強度に 1.5 で割るということで、 RC は3で割るのですが、長期の場合鉄鋼は 1.5 で割っております。なぜこの違いがあるかというと、 RC は、現場で施工しますので気温とかいろんな条件でばらつきが大きいということで安全率を高めにとってますが、鉄鋼は工場生産になりますので、その辺のばらつきが少ないということで、安全率を 1.5 程度しか見てないということです。それで短期の場合は長期に 1.5 をかけるということで、この 1.5 と 1.5 が、消えてなくなって、短期の場合は基準強度、設計基準強度と同じ値になります。これもよく試験に出題されます。覚え方は、短期な鉄ちゃん、鉄ですね、いちご 1.5 で割っていちごをかけるというふうに覚えていただければと思います。以上で説明を終わります。